世界の皆さん、こんにちは。本日は小島と阿部でディノアドベンチャー名古屋に遊びに行きました。かつて世界を支配していた種族の未知に触れ、我々の見聞が広まっていく姿をぜひご覧ください。ちょっと読み上げてみてよ、重要な部分。禁煙です。恥注意。俺の親父この前アナフィラキシーショックで倒れたから連れてこれないわ。あれかな、鹿とか熊の首飾る感覚かな。本物かな、あれ。あれ置いとくと外敵が入ってこないんだ。ああ、カラスとか。そう、確かに怖いもんな。スピノサウルスとティラノサウルスどちらいい？今はじゃあティラノサウルス、うん、これによってあなたの未来が大きく変わります。何、うん、行くぞ。ディノアベンチャーサブエース。注意点、コース内にトイレはありません。飲食喫煙はできません。ペット同伴はダメ。森の中混雑。よし、行こう。お前山道の歩き方知らないだろ。うん、俺は4ヶ月間山で働いてたから。おう、教えてくれ。坂道の時はな、小股で歩く。小股、なるほど。これは自転車で言えばギアのことだな。ああ、なるほどね。軽いギアにするってことね。頭上注意ってどういうこと。あ、危ない。あ、ディロフォサウルス。見て、ディロフォサウルス。アイスラッカー、アイスラッカー。これはトカゲより鳥に近いんだって。恐竜はみんな鳥です。ご存じない、はい。だけどこれ毒吐き恐竜なんだって。これジュラシックパークにも出てくるんだって。毒吐き恐竜なんだ。うん、だから悪役レスラーは多分こっから来てる。グレートブタみたいな。そうそうそう、毒斬りだ。ティラコサウルス。説明しよう。後頭部にある6本の長い角とフリル状の襟飾りが派手な装飾恐竜。名前の意味はトゲのあるトカゲ。重量を軽くするためフリルの骨には大きな穴が開いている。いい声だ。よし、豆知識ちょうだい。うん、ちょっと待って。スティラコとはどういう意味ですか。スティラコとはトゲという、トゲという意味です。え、トゲ。うん、3トンだって。書いてあったじゃん。ないんだろ。お、来た。バリオニックス。バリオニックス。説明しよう。お、名前が重々しい爪という意味の肉食恐竜。約30センチもの巨大なカギ爪と96本の歯が生えたワニのような口で魚を捕らえた強者だ。魚を捕らえて強者なの。なんかちょっと弱い者いじめみたいな感じするけど。うん、まあワニ系なんだろうね。うん、大型魚食い恐竜だって。魚食い恐竜。うん、こいつ歯何本あると思う。96本って書いてあるじゃん。まあいい加減にしろ。あそこに書いてある情報と俺がググって見つけられる情報一緒だから、もしかしたらここググって決めてるのかもしれない。ソースが一緒ってことでしょ。今ちょっとあまりにも疑惑が今。お、来た。プロトルとプロトキャラトプス。説明しよう。はい。頭にトサカがついた雑食性恐竜。巣のそばで発見され卵泥棒と命名されたが、後にオビラプトルの卵だと判明。疑いは晴れた。かわいそう。かわいそう。冤罪だ。ああ、プロトキャラトプス。説明しよう。オウムのようなくちばしと襟飾りは愛嬌たっぷり。卵や子供の骨の化石などが群がって発見され、集団生活の中で子育てをしていたようだ。なんかあんま言うことねえな。お、トリケラトプスだ。説明しよう。名前の意味は3本の角を持つ顔。恐竜絶滅の時代まで生息した最大で最後の角竜。頭には3本の角と大きな襟飾りがあり、肉食恐竜にも手強い相手であっただろう。見て、ん、怪我をさせた恐竜が近くにいるかも。気をつけよう。本当だ。ちなみに今まで出てきた恐竜の名前、うん、全部あの貝から聞いたことある。あ、本当に、うん、こいつらなんでこのさ頭とかヒレみたいについてるか知ってる。うん、知らない。これ首をかじられるのを守るために進化した。ああ、なるほどね。まあ、動物って大体首噛みに来るもんね、殺しに行くとき。あ、あれは。説明しよう。体長は肉食恐竜最大、
背中に大きな穂の形をしたトゲがあり、名前の意味はトゲトカゲ。ワニのような頭で水と陸で最強説も。こいつがなんで水でいけるかっていうと、あのヒレがあるじゃん、あのヒレが浮き輪代わりになる。あ、なるほど。だから受けんの。だからこいつは水と陸で生活できるってあの息子が言ってた。感謝だな、うん、こいつはだけど口に血がついてないから犯人ではなさそうだな、うん、あれ、またトリケラトプスだ。トリケラトプス、説明は割愛しよう。説明を割愛しよう。さっきのトリケラトプスよりでかくないこいつ。でかいな。お前だろやったの、あいつ落としたの。同士打ちか。やべ、違う、あいつだ、あいつだ。説明しよう。絶大な強さと人気を誇る大型肉食恐竜のキング。名前の意味も暴君、悪い王様トカゲ。強力な顎と大きく鋭い歯で獲物の肉を裂き、骨をも噛み砕く暴れん坊だ。こいつめっちゃ足遅いらしいよ。基本的には物陰に隠れて狩りをしてたと言われてるんだ、うん、こんなでかくてどうやって隠れんの。そうだよね。昔はこのティラノサウルスの図鑑って、うん、尻尾が地面についた状態で描かれてたの、うん、だからその名残でどあのゴジラも、うん、尻尾が地面についてるんだけど、はいはい、途中の年代からそうじゃなかったっていうふうに言われてて、だから尻尾が浮くようになったんだ。だから昔の図鑑と今の図鑑では描かれ方がちょっと違うっていうの。恐竜博士じゃん。しかもこの前足小さいから、うん、獲物を掴む時に使ってたと言われてるんだけど、うん、実は立ち上がる時にあの手を使って立ち上がってたんじゃないかって最近では言われてる。全部息子から聞いた。やばい、急な下り坂だ。まずい。下り坂の時はまっすぐ歩いてしまうと滑り落ちるから半身を切るんだ、うん、なるほど。さすが山登り。そうすることで滑った時に後ろに倒れることができるから、うん、なるほどね。前に滑ると大怪我をするリスクが減るんだ。説明しよう。ハート型をした大きな襟飾りが特徴の草食恐竜。襟飾りには穴が開き、穴の開いたトカゲという名前の由来に意味に由来する。俺はこいつの名前初めて見た。ハート型をした大きな襟。あれ、ハート型か。穴が開きって言ってるけどさ、うん、これはちょっと技術の限界で穴は開けてないよね。恐竜の皮膚は化石でも残ってないから、うん、どんな色をしてたかっていうのは想像で書いてるんだよ、うん、だからあの柄が正しかったかどうかは誰にも分かんない。つまりハート型と言ってるのは骨格が残ってるあの部分、上の部分とハートに見えるっていう言い方をしてるはず。だから図鑑に書いてある色とかも全部適当なんだよ。なるほどね。もしかしたら羽毛がついてた説もあるし。ああ、ティラノサウルスとかそう言われてるよね、うん、例えば今ね、恐竜発掘の黄金期と言われてるんだよ今。うん、そうなの。なんで分かんない、なんか見つかりやすいんだろう。なぜか知らないけど、なんかあったのかな。俺も昔アメリカにいる時にさ、恐竜やっぱちっちゃい頃好きでさ、先生がさ、恐竜の糞の化石くれたの。へえ。これ恐竜のうんこだよ。なんかもうほんとただの茶色い石なんだけどさ、それを日本帰ってきてからさ、友達にさ、これは恐竜の糞なんだって自慢したんだけどさ、誰も信じてくれなかった。説明しよう。名前の意味は屋根のあるトカゲ。小さな頭と背中に並んだ2列の骨盤が特徴的な草食恐竜だ。尾の先には4本の鋭いトゲがある。あ、ほんとだ。あれか、あれなんか使ってたのかな。尻尾で吹っ飛ばしてたんだな。なるほどね。けど恐竜相手にはちょっと心もとなさそうな武器だよね。そうだろうな。うん、剣竜類ってかっこいいね。かっこいいね。やべ、こいつずっと俺にメンチ切ってる。阿部ちゃんそこに立っててさ、なんかご主人様みたいに神戸を垂れてる感じに見えるよ。阿部に懐いてる可能性あるよ。従順なペットに。剣竜族の王よ、お待ちしておりました。憧れの異世界転生だった。俺が向こうではただの底辺 YouTuber だったの。何の能力を活かせるんだろう。剣竜類だからね。なんか剣なんて持ったことあったっけ。あなたがそこにぶら下げているもの、それが剣竜類の証です。尖ってない、アベッチ。その小さき剣が。イグアノドンって聞いたことあるな。説明しよう。大きく馬のように伸びた首、鳥のようなくちばし、特徴的な親指を持つ前足で器用に好みの植物を寄せて食べていたようだ。ベジタリアンです。これじゃん、僕らが追い求めていたの。これか、カルノタウルス。口開けろ、カルノタウルス。その瞬間俺が取ってやる。よーし、今だー。センサーなのかな、時間なのかな。うん、難しいところだよ、うん、だけどさ、さっきのさ、トリケラトプス。おおおおおおおー
本当にビビってるやん。あ、やべ、カサゴサウルスの解説しないやん。まあ、いっか。パルノタウルス、うん、パルノタウルスは強いんだよ。おお、すごい。おお、おお。説明しよう。頭部からの大きなフリルは全長3メートルにも及ぶ。フリルはただの飾りではなく、肉食恐竜から急所である首を守るためのものだったようだ。知ってるし、知ってるし。ペンタ、うん、ペンタって3つ ?3 つってペンタじゃないよ。ペンタゴンって 6? ペンタゴンは6じゃなかったっけ。8防星とかじゃん。6防星か。アメリカ国防総省ペンタゴン、テロ系のドラマで出てくるやつ。そうそうそう、ブラティーマンデーとかで出てくるやつ。懐かしくない。おい、こいつ結構特徴的なんじゃない、ね、説明しよう。全身が硬い鎧で覆われた草食恐竜、尾の先にはハンマーのような塊があり、敵から身を守る武器として役立てたようだ。名前の意味は立派な装甲をつけた頭。なんかアルマジロみたいな。そうだね、うん、むしろなんかこの尻尾を名前にしてほしかったよね。なんで頭に注目したんだろうね。あの尻尾あれだな。やめろ。お、来た、俺の一番好きなやつ。ブラキオ。ブラキオサウルスは優しいから好き。それなんか女子を選ぶ時の基準と一緒。説明しよう。全長約25メートルにも及ぶジュラ紀の巨大な草食恐竜、頭の高さは11メートル以上にもなり、キリンと同じように高い木の葉が大好物だったようだ。40トンから50トンもあるんだね。よくさ、野菜だけ食ってこんなでかくなるよね。確かにそういう意味じゃビーガンは正解なのかもね。多分そういう胃にそういう酵素があるんじゃない、タンパク質に変えたりとかする、うんうんうん、なんかあるんだろう、ね、マイアサウラ。説明しよう、はい、草食恐竜で良い母親トカゲという意味の名を持つ。群れで生活し、巣の中で卵を温めて赤ちゃんの面倒を見た優しい子育て恐竜だ。良い母親トカゲだって。でもさ、これオスもいるじゃん絶対。うん、オスはどうなんだろうね。だからあれなんじゃない、オスはあんま子供の面倒見ないタイプだったんじゃない。よくないねこの名付け方。これ男女差別的なことじゃない。確かにね、今の時代だとちょっとあんまよろしくないね。よろしくない、だって良い親トカゲでいいんだもん。確かに、主婦の俺から言わせてほしい、これは、うん、子育てをするのは母親だけじゃない、うん、それで言ったらもう親も間違ってるね。保護者であるべきだね。いい保護者トカゲとか、ね、よくないなこの、うん、なんか時代、うん、ややこしくてなんか保護者って言わなきゃダメだから。お、来た、うん、説明しよう。名前の意味はトサカのあるトカゲに近い、口先から後方に伸びる大きなトサカ姿がユニークな草食恐竜。トサカは仲間を呼ぶ拡声器のような役割をしたとも考えられている。ドン、シャー、なんだって。骨空洞になってるから響くとこかな。この多分鼻一回音がこう当たってこう、うん、跳ね返るってことだよね。なるほどね。めっちゃあそこコン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 叩いたらうるさいって言われるんだもんね。昔中学生の時にさ、うん、健康診断あるじゃん、お医者さんがさ聴診器当てた時にさ、うん、ドンってやろうみたいな。これを一番最初のやつがやってめちゃくちゃブチ切れられてたら誰もやらなかった。やばい、また急な下り坂だ。どうやって降りるかちょっと一応復習の込めてみんなに見せてやって。あ、プテラノードンだ。説明しよう。世界的に有名なゆくりの人気は翼を広げると7メートルから9メートルに及び、グライダーのように空を舞いながら海の魚を獲物としていた。やばい、ゴールだぞ。結構見事あったね。うん、アニマル帽子いいね、これ喜ぶんじゃないかも。しかもさ、結構安くない？めっちゃ良心的だね、うん、恐竜の卵みたいな濃厚ミルクプリンだって。
面白いね、うん、我々テーマパークフードと聞いたら絶対に食うからね。そうだね、風船に入ってる系だ。いい？はい。いや、おーい、おっ、あっ、風船を取り入れてます。なんか見覚えあるなこのビジュアル。なんか見覚えない、これ。これはちょっと嘘つけよお前。あ、美味しい、クリーミー、杏仁の香りがしない杏仁豆腐。テーマパークフードと考えると550円で2個プリン食べれるってかなり贅沢だ。そうだね。まあちょっと小ぶりだけど、でも、うん、あのコスパいいよね。美味しい。美味しい。ん？うん？もう終わりだと思う。このくらい。俺が動画見てる側だったらね、こいつら尺伸ばしに来てた。本当だ。ちょっと固めの杏仁豆腐の食感ね。そうだね。おいしい。日本でここだけ超限定だって。超限定で初めて聞いた。うん、なんかもう。マジ限定ってことでしょ。そういうことでしょ、うん、嘘じゃない、そういうのに弱いからな、我々、うん、俺らも超全制覇って過去を継ぎたさ、うん、してないんでしょ。してない時は全制覇で、した時は超全制覇、超全制覇でしょ。